まさかオープンライブで、ね、PDCT100 で、100で、まあ、独占特権はこれが最後だと思いますけど、47回目からの時に1回ゲスト呼ばれて、先生、これから何とか当てますかって、毎回毎回特徴で作って、あれとなんか、ここが、なんか、実験してるっていうか、いろんなことが実験してるっていうようになるんで、また、この水族館の方がすごく大好きなんで、また何かね、機関からやってみたいと思いますことで、ああ、やっぱり、こっちの芝居した方がいいですね。ってことで、何かお題をいただきたいと思います。はい。はい、もう、なんか、ここまでなんかね、トップなりもう予定とかなんで、はい、どうぞ。クリアマスキーちゃん。クリアマスキーちゃん来ちゃったでしょ。クリアマスキーちゃんでしたね。まあ、まあ、これから、恐らく、アウトだから最後とか、これ最後だと思うんですけど、いつもこうね、ある意味、マニアックなボールなんですよ。専門知識を要するところが、あまりに縮れたすぎて、扱うのが非常にこう、毎度毎度困って、100分のこのポイントでも、なかなかない機会なんで、面白いんですけど、さあ、クレヨンしんちゃんですね。さあ、まあ、単純にクレヨンしんちゃんって聞くと、僕は漫画読むことないんですよ。で、アニメを見たことないんですよ。だから知ってるのは、ああいう絵だってことだけは分かってるのと、あとは自分の会社の先輩とかが、いや、あれ意外といいよ、泣けるよ、泣けるなんかアニメだよっていうことを、自分としてはなんかもう、変な、ちんちゃんの物語続きで、なんか、もばったような声だけがあって、申し訳ないけど、僕にとってはクレヨンしんちゃんっていうのは、膝の感覚がいいよって言っても、膝の感覚がクレヨンがいいよって言っても、それぐらいに、よく知らんぞ、これ。おそらくいいものなんだろうけど、よく知らんぞって言ったんですよ。でそうして見ると、世の中って、まあ、こうやって、ああ、こういう、まあ、要するに人ごとってあるんですね。他人ごととか人ごと。で、まあ、人ごとっていうと、まあ、自分が、ちょっと前に言うと、ちょっと1月にソングライブがあるんですよ。飲んで飲みつけてから、もう14回目なんですけど、食べたいと言うと、セックスなんですよ。もうセックスってね、この人もう決めてからね、いろんな本読んだんですよね。はっきり他人ごとですよ。書いてるやつ読んでみたら。特にね、最近だからもう読むのね、もちろんまで図書館の中に行って、女性が書いてるセックス感に関する本とかね、この本は僕ですから分かんないですよ、こんなの。なんだろう、そのセックスとかそういう性とかのその触れ合いによって、得た幸せとか、私は認められたとか、逆にそれが恐怖になって、どうのこうのっていうプロセスはあるんですけども、僕らの得意っていうのは、特に、そういう、いわゆる、受ける側ではなくて、受け手の側ですよね。で、何百発弾を打って、一発が成功するかしないかっていう、だからある意味、すごい、頑張ったのには、迎えたい。でもまあ、至るところで弾を打つことはできます。この違いすごいなって思います。男って、最終究極到達地点っていうのが一体どこなんでしょうね。女性はすごいですね。ドラゴンボールのフィーザーの2段階、3段階変化がありますけど、だって女性は少女から、ね、こう女性エネルギーになって、母になるわけですよ。男は、ある意味、育児になってる子供みたいとか言われたりとか、ね、僕は高校時代からもうおっさんって言われてたから、なんともなんだ。男ってね、一応背負ってことになってるんです。わかりませんよね。なんで背負ってるかわかんないけど、背負わされてる。いろんなもんね。またこれがね、なんで背負わなきゃいけないかわからないのうちに、背負わされてるし、背負ってなきゃいけないって言われるし、背負いたくもないけど、なんか背負わされたり、でも、通しないとなんかカッコつかないし、背負ってなかったらなんかお前、中学校の時のいじめの対象になると、ターゲットの、あれでしたね、背負いとって。いいんですよ、背負いと。で、まあ、最初背負いとか高いやつは、大体クラスで勉強できるやつとかね、綺麗なやつとかね、スポーツできるやつとかね、ケーキのやつ。背負いとかないやつ、基本的にどういうのかっていうと、介護犬グッズで揃えとか、なんだろう、みんなの学会をしてるとかっていう。朝7時半の山手線で背負っているスーツ姿の人たちが全く同じ企画の制作
手を皿を持って全く同じ荷物を背負わされて全く同じような口のガタンガタンガタンという音とともに東京駅に着いて全く同じペースで手を伸ばします。そして社会の責任を背負った会社という皿の中にみんなが収められ、与えられた役務というものの中で一つ一つが皆さんも背負わされていることになっている。政権交代という名になって民主党に変わって世論が変わるかと思ったけど、意外となんか学歴だけ違って世論が同じになってしまう。さてさて、男に生まれてこの荷物っていうのはなんとかならんもんか。ちょっとちょっと軽いしばらくいいんだ。そうするとでも男じゃない。じゃあでもさっきからこんだけ言ってるけど男の背負うとっていうと、じゃあ女性は背負ってるかっていうと知らない。前背中じゃない、前で受け止めてる。だから豊か中豊があるんだ。だからこう人の運があるんです。だからこの重心が触れないようにこっちが出るんです。すごく合理的です。でも男は背負ってて重力方向がこっからメタボになってこうさっきのジャムザハートみたいになるんですね。でまあ最後まあ介護用になったんですね。まあ、たまに多いとですね、こう、徘徊ですね。まあ、人間って生まれてからずっとこんなことで帰って、でもね、大好きだよ。そんな、くだらないっていうか、背負うとか、背負い込むとか、抱え込むとか、抱きしめるとか、キスとか、ハグとか、一つになりたいんだろうね。お互いの荷物を軽くしようと思って、仕事でもう前に行きたいって、前にやるものを背負ったり、もしくは投げます、投げます、前に投げて、声が泣きつかたくなることもあるし、まあ、気をつかむ人もいるし、転んで仕事を、拾いたくなくて仕事をしてる人、売りたいと思って、本当に売りたい人もいるし、買いたいと思って買っちゃう人も。さて、本日、私がこのように喋ったことは、皆さん、取り組む必要も、抱きしめる必要もございます。まあ、そういうときも、正常体の人と思い、とりあえず、背筋を伸ばし、出すとこは出して、引っ込めるとこは引っ込め、胸を張って笑顔で、クレヨンしんちゃんが何者かわからないけど、でもみんなに笑顔、夢とちょっとの技術だけど心を休まる時間をくれて、どうもありがとう。以上